新海地駅。新海地駅は、兵庫県神戸市兵庫区新海地2丁目にある駅である。神戸高速鉄道が保有し、阪神電気鉄道、阪急電鉄、神戸電鉄が営業を行い、この駅で相互に乗り入れ可能な設計となっている。駅番号は、阪神と阪急は HS36、神戸電鉄はキロバイト0 1新鉄のホームは、 同社の神戸側におけるターミナル駅となっている。また、阪神、阪急のホームは、全車と、相互乗り入れを行う山用の車両が行き交うほか、後者の神戸本線から乗り入れる列車が当駅で、折り返す。当駅に発着するすべての路線は、神戸高速鉄道が、第三種鉄道事業者、阪神、阪急の区間は、東西線、神戸電鉄の区間は、南北線として、 線路を保有し、上記の3社が、第2種鉄道事業者、高速神戸駅新海地駅間は、阪神、阪急の第2種鉄道事業の重複区間として、営業を行っている。地下1階に、新鉄乗り場と改札口、地下2階に、阪神、阪急乗り場、高速神戸駅新海地駅が、重複区間がある。改札口は東西に、各1箇所あり、西改札は、 新鉄乗り場付近にある。隣の高速神戸駅とは改札外で、地下街、メトロ神戸を通じてつながっている。1990年代の一時期、不正乗車防止のため東西線と南北線の間に、中間改札が設けられていたが、スルッと関西導入を前に撤去された。阪神、阪急各ホームから西改札へのみ、エスカレーターが設置されている。 改札口の横に、駅そば店がある。自動体外式所再動機が設置されている。島式ホーム2面3線を有する地下駅。上りホームと下りホームで挟まれた1線、阪急線特急などの折り返し列車が、使用を2.3番乗り場として共有しているため、ホームは4番乗り場まである。ホーム有校長は1番線、6両編成を除き8両編成分である。 また、すべてのホームで、近鉄列車6両編成も、停車可能だが、現行では、近鉄列車の乗り入れは根弱にわたってやれていない。西海札内には、商業施設、駅な深海地がある。2番乗り場の乗車サインである。丸印は3種類があり、色は4両編成は緑色、6両編成は青色、半球列車は、円磁色であったが、 2019年5月よりすべて青色に統一された。東端式ホーム2面3線を有する地下駅。中央の1線を2.3番乗り場として共有しているため、ホームは4番乗り場まで存在する。ホーム有校長は6両編成分であるが、停車列車は4両編成または3両編成のワンマンカーである。そのため、 鈴蘭台寄りの2両分部分は運転士控え室専用で柵で仕切られている。阪急では神戸側の特急の終着であることを強調するため大阪梅田駅と13駅における駅自動放送及び車掌による発車時の放送において当駅を神戸新海地と呼称する。それ以外の駅では単に新海地と呼称する。また神戸高速線内では 特急大阪梅田駅とは案内せず、阪急大阪梅田駅特急、車掌による放送や、阪急梅田駅特急、自動放送といったように、冒頭に社名を関する他駅先と種別の順序を、阪急線内とは統治して案内している。神戸高速線内の駅自動放送は、ほとんどが山本稽子の担当であるが、東駅東西線ホーム2三番乗り場、合わせて二番線で、 列車が到着、出発する際のみ、この駅独自の警告ブザー及び片山光雄による自動アナウンスも流れたが、2016年3月19日のダイヤ改正で阪神標準の自動放送に変更された。さらに、2019年3月1日に阪神仕様の接近警告メロディーが導入され、これまで使用されていた接近警告ブザーは廃止された。なお、 新鉄乗り場は変更されていない。阪神から乗り入れる普通は、基本的に高速神戸駅で折り返すが、二往復の未当駅まで運転される。一時期は、東須馬駅まで直通するものもあったが、2009年3月20日のダイヤ改正で消滅した。また、夜間を中心に当駅で折り返す特急も設定されている。 2012年3月20日のダイヤ改正より、土休日の朝に東駅始発の快速急行、近鉄奈良駅が3本設定された。ホームの有効長は、1番線は、阪神、採用車の6両編成、2.34番線は、阪急車両の8両編成に対応しているが、近畿日本鉄道、近鉄の車両は乗り入れない。開業当初は、 山陽のターミナル的性格が強かったこともあり、山陽から乗り入れて、山の宮方面に直通しない列車は原則、当たり駅の中線で折り返していた。1984年以降は高速神戸駅で折り返すようになり、姫路方面新海地駅、海藻高速神戸駅3番線姫路方面、または姫路方面高速神戸駅2番線。 改装新開地駅姫路方面のパターンで行するようになった。なお、東須磨駅からの始発列車は、当駅一番線到着後は高速神戸駅まで改装せず、一番線から少し進んだところで折り返し、三番線へ転線して、姫路行きとなる。これは前述した阪神線へ乗り入れる普通列車と連絡するためである。2006年10月28日のダイヤ改正では、 当駅を終着としていた、山陽の上り普通列車、全体の、約半数が、阪急神戸三宮駅まで運転となった。2009年3月20日のダイヤ改正では逆に、日中の阪神神戸三宮駅始発、終着列車が、山陽須磨駅始発、終着に短縮されている。阪急、阪神からの新海地止まりの列車の一部では、4番乗り場に、 到着する電車が存在する。この電車は到着し乗客を降ろした後、少し進んだところで折り返し、2番線に転線し、大阪梅田、奈良方面へ向かう電車となる。これは2番乗り場に、阪急、阪神車が停車して2.3番乗り場で、折り返しできないためであり、2番乗り場に電車がなくなると2番乗り場に入線す。当駅は、阪急電鉄では、 路線としての最西端かつ最南端の駅で、神戸電鉄では最南端の駅である。期間の異なる新鉄以外はこの駅を介して相互に乗り入れ可能な設計になっており、工場への改装などが行われる。2014年7月17日には、阪急5100系電車が、野瀬電鉄への売却改装のため阪急、西宮北口駅から新海地駅を経て、 阪神電鉄の線路に入り、阪神電気鉄道甘崎さ工場まで自力走行で改装され、話題となった。駅東口の国道28号上の南北両方にタクシー乗り場が設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。